はい、どうもミスター X です。いやシリーズが始まりました。私の暗黒の歴史、暗黒でしょうね。予祝アカデミアにたどり着くまでちょっといいことはあったりするんですけど、なんていうんですかね、本質を外してるというか原理原則からずれてることが多くて、なかなかうまくいかない、なかなかうまくいかないことが本当に、もう役所を辞めてからね、どれぐらいだろう、8年9年、6年でしょ、そっか、7、8年経ってます。かかりましたね、時間が。あ、変わってきたなって、良くなってきたなって思えるまでそれぐらいかかりました。それだけ私自身は素直じゃない人間でした。もう本当に戻りたい。8年前に戻ってね、今の状態で8年前に戻れれば、8年間でもっといろんなことできたなって思います。でもそれはできないんですね。それは無理なんですね。だから今が一番若い、今が一番若いので、とにかく時間を大切にしてやっていくというところですね。で、言うの忘れてたんですけど、今ねサラリーマンで、まあ働かれてる方、このね予祝アカデミアにも、サラリーマンとして、働かれてる方が、入っていただいてます。ほとんどサラリーマンじゃないかなっていうふうに今確認はしているところなんですけども、私がね、27歳の時ですか、28になる年で役所を辞めたわけなんですけども、辞めるのに約10ヶ月ぐらいかかりましたね。10ヶ月悩みました。まあ、今ねお伝えしている、ある社長さん、私をにいろいろね教えていただいた社長さんがいるんですが、まあ、この方私と同級生ですよ、年齢は一緒なんですが、その人にねいろいろ学びながら役所辞めるまでに10ヶ月悩みましたね。苦しんだって言った方がいいかな。あれなんですよ、10ヶ月間なんで悩んだかって言ったら、なりたくてなった仕事だったんですね。私自身勝ち組だって思ってました。14年前ぐらいですよね、役所に入ったら勝ち組なんだって思い込んでましたね。思い込んでた。でも違ってたっていうのを入ってみて気づくんですよね。あれ、これって退職まで行っても全然勝ち組じゃないって、すぐ、3年ぐらい経って分かりましたね。あれ、上司の人たち全然かっこよくないって、あ、俺ってこうなるんだなって気づいたんですよね。で、気づいた瞬間に探し始めましたね。職場の中に将来こうなりたいって思えるような、まあ目標にできるような、まあ、先輩というか上司の人というかを探しましたが、いませんでしたね。面白いようにいませんでした。ゼロです。で、悩んで悩んでどうしようと。で、そしてその頃私にいろいろ教えてくれていた社長がね、もうめちゃくちゃ自分が今まで学んできてないような、言ったら経営者思考というか、まあ、うまくいく、人生を豊かにするために必要な、人生を幸せに生きるための考え方、これをね
教えてくれていて、昼間の仕事とその社長がね教えてくれることの狭間でどうしたらいいんだってもう悩みましたね。むちゃくちゃ悩んで、夜も寝れないこともねよくありましたね。なりたくてなった仕事なのに何なんだと、なんでこんなにその社長はねめちゃくちゃ楽しそうにやってるわけですよ。仕事したり自分の好きなことやったり、もう結構ね年収も稼いじゃったりしているわけですよ。原理原則守ってますから。でも私はそうじゃないっていうので、今ねサラリーマンで働いている方、これは言えます。自分がいなくなっても何の問題もないです。会社は自分がいないとダメだっていうのはただの幻想ですし、むしろですね、会社は人を減らそうとしてますから、まあセブンアイホールディングスも人を切りますし、これからね近い将来切るって言ってますし、みずほ銀行も人を大幅に減らすと言ってます。いらないんですよ基本的に。で AI に代行できるところは AI でやっていく。だから人、考えることができる、考えて何かを生み出すことができる人は必要とされますけど、何にも考えてない人はいらないっていう時代がもう来ちゃってるんですね。で私が役所を辞めた後、その役所はどうなったか、何の問題もないですね。何の問題もない。ただ自分がねいる、それだけですよね。そして一人がいなくなった、そしたらまた代わりの人が私がやっていた仕事をする、ただそれだけなんですよね。そこになんかねよくわからない感情を乗っけるので、すごく私の場合は8ヶ月とか10ヶ月とか悩んで、でようやくね辞めることができたというところですね。もう最後はもう何なんだろうな、もう止められませんでしたね。自分の気持ちが止められないぐらい、その昼間の仕事、役所での仕事がねもう意味が見出せなかったですね。自分の成長に1ミリも寄与してないというか、1ミリも育ってないっていう風に感じていたので、まあとても辛かったですね。はい、なのでここでお伝えしたいことは、仮に本当に辞めたいと思っていたら辞めればいいし、辞めてもうね体を壊すぐらい、もう体壊してますと、体壊しながらやってる、働いてるっていう方は辞めた方がいいですね。体を壊すぐらいじゃないけど、体は壊さないけどでも本当に嫌なんだっていう方は本当に早く新しいね収入の柱、昼間の仕事以外の収入の柱を作って、いつでもその昼間の仕事をやめられるような環境をね自分で作っていくっていうのをぜひね、どこかのまずは教えてもらった方がいいと思います。早いのでぜひね、いいところを見つけて共にね、私も頑張りますし、あなたも頑張っていただいて、ぜひ、よしこアカデミーにね入りたいということであれば、それはもう本当に志高い方はウェルカムですし、そうでなくてもぜひね、お互いがこの動画で一人でもこれがね伝わったら嬉しいなって思います。それではですね、この動画は以上で終わります。ありがとうございます。